では設計に入る。まずは比較だ。今回は同規格で同年代の機関銃と比較する。航空機関銃が混合しているのは勘弁してほしい。やはりいつもとは馴染みのないメンツですね。まずは全長。サイズでは平均的なようだ。次は重量。M2HB は本体のみで38キロとこれも平均的だ。絶対人が持って撃てる機関銃ではないですよね。次は重心長と銃口初速。意外と長めで初速も速い。弾薬は M33 での数値ですね。次は発射速度。これも平均的だ。航空機銃の MG133 はやはり速いですね。M2 の航空機銃と比べるべきだったと後悔している。次は使用弾薬と相談数。おそらくエネルギー的には BMG から上下した弾薬が並んでいる。やっぱりみんな口径でかいっすね。各国も M2HB 同様にベルト球弾を導入していることが多い。それぞれのベルトの詳細を調査すればさらに優位性が浮き彫りされると思う。最後は作動方式。ここは個人的に予備知識がないので誤りがある可能性が高い。銃機関銃専門の人なんているんですかね。 M2 は反動利用方式でクローズドボルトで射撃する。反動利用でクローズドボルトなのはこの界隈では意外と普通の位置なのかもしれない。この銃器はショートリコイル、レバーを用いた遅延、クローズドボルトで作動する。今回は非常に複雑だ。まず従来の自動火器はボルトが交代、前進することで廃墟、装填し、薬室閉鎖を図っている。そうですね。そしてショートリコイルということで、従来ならば機構は発砲時の危険高圧を抑えるために重心とボルトは短距離だけ結合しながら交代する。では本題に入る。この銃器の作動は激震による点火と上部で球弾を担うボルト、薬室をより強固にするため連結するバレルエクステンション、そしてボルト交代遅延と前進を補助するボルトバッファーボディ、そのパーツから突出する2枚のアクセラレーター、そして閉鎖のメインであるブリーチブロックの5箇所が主要パーツとなっている。なんですかこのぐちゃぐちゃ具合は。これでも完璧には説明しきれていないが、これら主要パーツのみに絞って動作を見ていくぞ。まずこの銃器はクローズドボルトということでボルトは前進位置から発砲する。ボルトに付属する激震が BMG 弾の雷管を突き撃発。それはもちろん強力な高圧が発生するため、それをクソ重いボルトとブリーチブロックが連結することで閉鎖を図る。本来ブリーチブロックはボルトが担うことが多いですが、この銃器ではしっかり分離して補助しているんですね。すると次第にボルトは交代し始め、ブリーチブロックもやがてボルトとの結合を解き、下へ落ちる。ここでアクセラレーターが本仕事に入る。この部品は従来でいう閉鎖機構に当たると思われる部品であり、ボルトバッファーボディ、バレルエクステンション、そしてクソ重い重心と連結することでその抵抗を高めていると思われる。まさかの3主要部品連結ですか。このアクセラレーターがボルトを引っ掛けることで遅延を図るが、肝心の薬室はバレルとボルト、そしてバレルエクステンションで密封されているため、これはより強固に設計されていると思う。そして次第にクソ重いボルトがヤバい威力を持って交代するが、それを後端にある油圧式リコイルバッファーが抑えてくれる。その間にボルトは上部でから薬莢を引き抜き排出、ベルトから自弾を引き抜いて保持している。リコイルバッファーの恩恵はかなり大きいものでしたよね。これがないと本当にまともな射撃はできない。あとはボルトはそのままメインスプリングとボルトバッファースプリングによって前進、その間に自弾を薬室に送り込んで再び撃発可能になるという感じだ。やはりブローニングおじさんは天才ですよね。他の50口径 MG の設計はよく把握していないが、知るとやはり天才だと感じてしまう。かなり複雑になっているが、その動作機構元は M1917 となっている。から薬莢は下部へ、分離式の弾体は球弾口反対側、右に排出される。重心は間接的に交代の力を用いるということでバレルエクステンションとかなり密着しており、取り外しの際は結構回さないと取れない。7.62mm の機関銃らのように迅速交換できないんですね。そして重心交換の際は重心とボルトの位置関係ヘッドスペースを調整しないといけない。これはつまり薬室の調整であり、怠ると撃発に失敗したり、球弾不良に陥る可能性が高まる。これは独特な手ますね。まあ、他の大口径 MG もあるかもしれない。ただこれは M2HB の設計上の欠点とされている。この重心交換の手間を簡略したクイックチェンジバレル仕様が後ほど開発され、現在にかけて配備が進められている。ちなみに M2HB もバレルジャケットを交換して水冷に変換できる要素を備えている。地上運用の範囲では誰もやらないと思われるが。装填はまず、打ち切った後ならば最後分離弾体をフィードカバーを上げて取り除いて締め、そこへ弾体の初弾を横から差し込んで、右に位置するコッキングハンドルを2回引くことで装填する。なんで2回なんですか？それはベルト球弾とクローズドボルトが影響している。1回目で弾体から弾薬を引き抜き、2回目でそれを薬室にぶち込むためだ。コッキングハンドルは交代保持可能なほか、左右入れ替えも可能となっている。薬室冷却が効率的にできますね。球弾は M2 または M9 分離式ベルトを用いる。そして前述通り、球弾方向も頑張れば入れ替え可能だ。球弾口を入れ替え容易にすることで車載しやすくなったんですもんね。球弾口入れ替えはよく訓練された兵士であれば2分で交換可能らしい。従来でいうセレクターに当たるボルトラッチリリースロックは逆 Y 字型を引かねバタフライトリガーの下部に位置している。これとトリガーが連結すれば連射でき、逆に連結しなければ内部のコッキングレバーが上部パーツと干渉することで半自動射撃を行う設計となっている。安全はあるんですか？ない。米軍だけかもしれないが、
このように弾薬自体をトリガー下に挟む方法で安全を図っている。随分原始的ですね。後年には安全装置を追加したモデルが開発されている。発射速度は450から650発毎分と前述したが、実際の持続射撃可能数はわずか40発となっている。え？意外と撃てないんですね。そのため実際の射撃は5から7発の転射を繰り返すようだ。コメント欄で記述されていたので強調するが、この機関銃はクローズドボルトでも連射できるではなく、あくまでそうならないように射撃する機関銃となっている。ただそう入っても40発以上の射撃は可能だと思うし、実際の戦場では行われていたと思う。重心は100発程度の射撃で130度以上の熱を持ち、約1000発ごとに交換とされている。つまりは乱暴最後の戦場は可能だと？できると思うが、銃器損耗は激しそうだ。照準器は折りたたみ式ブレードフロントサイトとフレーム式リアサイトとなっている。これはもちろん追加で照準器を乗せることも可能だ。スペースは十分ありますよね。多重心交代を補助するマズルブースター、訓練用の AFB、そして様々な三脚が存在する。では弾薬に入る。弾薬は対物ライフル御用達でもあるので、M2 の有効射程は1830から2000メートルとかなり幅広い。バレット M82 と同じ弾薬ですもんね。弾種は標準 FMJ、鉄鋼弾、小位鉄鋼弾、小位鉄鋼 A 鋼弾の4種が第2次からベトナムまでの選択肢となっていた。鉄鋼弾は91から500メートルの距離で 22.2 ミリの高加工装甲板を貫通可能な程度となっている。第1世代戦車の主力装甲である RHA よりは脆い装甲での値ですね。まあ、当たり前だがドイツの3号や4号のような当時の主な戦車の装甲板は抜けない。そのため主に軽装甲車両や航空機の撃破、そして味方との位置共有のための栄光弾を射撃する方法が主だった。エンジンブロックに焼夷弾が浸透すれば炎上しますよね。現在は敵兵や軽目標を撃破するための M33 通常弾、M17 栄光弾、鉄鋼焼夷弾 M8、栄光鉄鋼焼夷弾 M20、M903SLAP 弾など足した際だ。なんですかスラップって。スラップはより効率的に装甲板を抜く運動エネルギー鉄鋼弾となっている。弾頭は 0.3 ミリのプラスチック外殻に 0.2 ミリタングステン弾頭にする。つまり APCR や APFSDS のように細い弾頭をより速い初速で射出する。この弾薬を使えば面硬化装甲板を500メートルの距離で33ミリ貫通可能だ。そしてバレット M82 と同じ弾薬を使用するということでもちろんラウフォスマーク221弾も使用できる。低量の爆発物での軍事利用を禁ずるサンクトペテルブルク宣言に引っかかるということで、加盟国らのヨーロッパでは禁じられる弾薬ですね。まあ、実際はそれらでも対物用途として導入されている。CTU が M2 は特別兵士に対する射撃が禁じられているわけではない。M2HB は改良を経て1933年より正式採用されたが、その後も改善が行われている。1937年にはより貫通力を向上させるため初速を向上させた BMG 弾に更新し、1938年には地上向けの空冷、水冷両方の重心が38インチから45インチの重心へ延長された。射程と貫通力向上が図られたんですね。そして1940年には BMG 弾の弾薬重量を 750g から 710g へ減少させている。これは36インチ重心使用で旧式弾薬の45インチ重心 M2 を超える初速を実現している。これがあの強力な NATO 弾になっていくんですね。歩兵での運用場合、M2HB は3名運用を基本としている。銃座は地上用や対空と幅広いために様々な状況に対応可能だ。M1917 では1人で手持ちして操車したという話もあったが、さすがにこの M2 ではそういう話は見られなかった。当たり前だよな。ボルト76の住人は持てるみたいだ。ゲームの話を混ぜるのはやめろ。1933年以来、M2HB は様々な兵器に搭載された。M46 や M60 パットンや M1 エイブラムス、M4 シャーマン、M26 パーシング、M24 チャーフィ、M6、T29 といった戦車、M113 や M109 などの装甲車両、ハンディなどの軽装甲車両など足した際だ。そして近年では遠隔銃座装置。RWS として M2HB を搭載するという運用も行われている。RWS 化した二次大戦機関銃は MG42 と M2HB くらいですかね。詳細に調べてないからわからん。そして対空任務も行うと前述したが、やがて4連装にした M45 対空マウントも開発された。通称ミートチョッパーと呼称されている。ウォーサンダーの日本ツリーで追加されましたよね確か。アメリカツリーの方に先にいたのではないのか？そして M2 は航空機10番 AN-M2 として、米空軍の主力兵装として多く運用された。具体的には P-51 マスタングや P-47 サンダーボルト、P-38 ライトニング、P-39 エアラコブラ、P-45 ホーク、F-6F ヘルキャット、F-4 ユーコルセア。これら以外の B-17、B-29 といった戦略爆撃機にも搭載された。本当に主力兵装だったんですね。開戦当初は 7.7 ミリ機銃が常識だった航空機銃だったが、AN-M2 は 12.7 ミリということで圧倒的なパワーを持っていた。だが反面比較的本体重量が多く、さらに球弾をそのまま本体のベルト球弾に依存していたために、戦闘機でのジーク下での旋回中に弾体がよじれて発砲できなくなった時もあったようだ。よじれたらかなり致命的じゃないですか。まあ、
そんなわけでもちろん改善も図られている。そのためにこのように多数搭載する方法で解決しようとしたが、やがて二次大戦後のジェット機普及に伴い効果的ではなくなり、より安定的に連射できる M39 リボルバーカノンや M61 モーターガトリングへさら進されていった。より大口径で高速連射できる機関銃へ更新されたんですね。そのため現在の航空機用 M には UH-1M ツイン10や CH-46EC ナイト、CH-53E スーパースタリオンといったヘリのドアガン用として運用されるのが主となっている。そして艦載用としても M には用いられている。 M1921 や M2 水冷といったモデルから配備開始された海軍は対空任務としてこれらを借り出していたが、やがて航空機の進化に伴い 20mm 対空砲にへと変更し、これらは近距離の小型潜艇対策、または自国の哨戒艇に搭載する運用にへと発展した。そしてベトナムでは河川哨戒艇に搭載された。そして現在、アメリカ沿岸警備隊では M2 を RWS 化して運用している。M には100発の弾薬で14秒の弾幕が張れることから、やはり現在でも変わらず運用されている。地上、航空、海上ともに現役なんですね。バレット M82 の回の時も話したが、M2HB はスコープを搭載し狙撃を行ったという事例が多くの戦争で見られている。これは M2 が特別狙撃に向いているわけではなく、弾薬の飛距離と弾道が特別優れているというのが本質だと思われる。機関銃規格弾を用いたバレット M82 で遠距離射撃を成功させていますもんね。そして強調しておくが、M2 ブローニングが対物ライフル開発の要因になったわけではない。バレット M82 を開発したバレット氏はあくまで BMG 弾を用いたライフルで遠距離射撃したいという理由のためだからだ。あるサイトにて具体的な記述があったので、ここで紹介しようと思う。具体的な話？これは話半分で聞いてくれ。厳選した BMG 弾を用いた M2HB にて単発射撃を行った場合、3から 4MOA。100ヤードでですか？そうだ。つまりこの状態で1000ヤードでの狙撃となると30インチの誤差が生じるとしている。これは人間の幅の2倍となるため、確率は5割増し程度に落ちるという話だ。100ヤードでの精度は AK-74 並みですね。まあこれは話半分だ。1954年の実験では10倍の照準器を搭載した M2HB にて5発射撃した結果 8MOA に相当する分散。一方で厳選弾での射撃は3から 4MOA となったと同様のサイトは記述している。発射数を。20発狙撃で数値がどうなるか個人的に気になるぞ。まあ、この動画で言いたいことは M2HB での狙撃は決して狙撃ライフルから遠のいており、実際の成功は BMG の弾道性能に頼り切ったゴリ押しだということだ。周辺はここまでだ。後半はもちろん。後半はあまたの派生型、そしてまとめをして締めようと思う。ん？何ですかこれ。まあ、M2 ブローニングは語りきれないほど奥深いということだ。では後半を急いで制作するのですぐ終わるぞ。この動画が投稿されるということはあの人の回線が直ったということですよね。原因は光回線の断線だそうだ。は？